はい、皆様こんばんは。仏教史学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト宗教被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画もですね、ご質問に対するお答えの動画でございます。で、仏教史学研究会には、いろんな方からいろんなご質問を受けておるわけですが、よくいただくご質問がですね、こういうご質問がですね、よく来るんですよ。はい。その仏教史学研究会の公式チャンネルでは、いろんなね、驚愕的なことを論じたり、あるいはその日蓮召集とか創価学会とか検証会のいろんなことが間違ってますよということを指摘してるんでだと思いますけどね。この日蓮召集の信者の方、創価学会の信者の方、検証会の信者の方からこんなご質問が来るんですよ。はい。で、まずよくいただくのが、じゃあ正しい宗教は何なのかっていうんですよね。正しい宗教は何なのかって。ね。でね、この、こういう質問する方は、日蓮召集、創価学会、検証会の信者の人なんですよ。で、このね、三つのこのカルト教団の信者の方が言う正しい宗教っていうのは、ね、この正しい宗教、間違った宗教っていう、この物差しそのものがですね、日蓮召集、創価学会、検証会のもう、本当に身勝手で独善的な物差しなんですよね。元はもう一番元は日蓮召集なんですけどね。はい。このね、独善的な物差しそのものが間違いなんですよ。ね、正しい宗教何なのか。あのね、私、こういうね、日蓮召集とか創価学会、検証会の独善的な物差しに組みするようなことは一切いたしませんので。はい。だから、じゃあ正しい宗教は何なのかって。で、じゃあこれですなんて言いませんよ、そんな。そんなことは申しませんので。はい。こういうね、正しい宗教だ、間違った宗教だっていうね、物差し。日蓮召集、創価学会、検証会のこの独善的な物差しが間違いなんですよ。で、次にいただくご質問が、またこれ、正しい本尊は何なのかって言うんですよ。要するに、仏教史学研究会では、開山の大本尊が偽作だとかね、言ってますんで、正しい本尊は何なのかって言うんですよ。これも、同じじゃないですか？この正しい本尊だ、間違った本尊だっていうね、この独善的な物差しが間違いなんですよ。はい。でも、こういうご質問をする方はね、共通してるのは、日蓮召集、創価学会、検証会の信者の方なんですよね。だから、じゃあ日蓮が説いた本尊は何なのかっていう、そういうお答えだったらできますよね。はい。で、そのお答えが動画の141、143、144に、出てますんで、はい。そちらをご覧ください。はい。それが日蓮が説いた本尊がそれなんですよ。はい。ということですね。はい。で、次がですね、またこれ、正しい教団を紹介してくださいって言うんですよ。正しい教団を、また紹介してくださいよって。これも同じでしょ？正しい教団だ、間違った教団だって。な、正しい、唯一絶対正しい教団なんて存在してませんよ。なあ。そういう物差しをね、から脱却してくださいよ。はい。それを一つ申し上げたいんですよね。で、
このね、正しい教団を紹介してくださいとかっていう方はね、その、まあ、こう、要するに、一連招集とか総会学会とか研修会をおやめになって、次に行った、教団で、今までと同じように、そのカルト教団、カルト活動の延長線をおやりになるつもりでいらっしゃる方なんですよね。はい。で、まあ、よくあるのが、その、富士門流のお寺に行って、こういうカルト活動の延長線をやる方がいらっしゃるんですよね。はい。で、そのね、もうカルト活動の延長線っていうのはもうちょっとおやめになった方がいいと思いますね。はい。これはもう失敗のもとなんですよ。はい。いや、今までそのね、日蓮召集とか創価学会、研修会で間違った宗教をやって、俺はなんとかその、取り戻したいんだと。うん。いうことで、その、新しく入った教団に入って、もう、またカルト活動をやるんですよね。はい。で、これをやると、また失敗するんですよ。こうみんな、これやった人、皆さんね、失敗なさってますね。はい。まあ、ある方なんですけども、まあ、創価学会で幹部をやってらっしゃった方で、創価学会をお辞めになって、それで日蓮召集のお寺に入ったわけですよ。ある寺院に行ったんですよね。まあ、ちょっと有名な寺院なんですけども。はい。で、そこに行って、体験発表したんですよ、この方ね。はい。で、やっとその、正しい宗教に巡り合いました。という体験発表したんですよ。それから1年も経たないうちに日蓮召集を辞めになったんですよね。はい。それで今度は日蓮召集を辞めた僧侶のところに行ったんですよね。はい。で、その日蓮召集を辞めたその僧侶のところでまた体験発表したんですよ。はい。やっと正しい宗教に巡り合いましたと。いうことで体験発表したんですよね。そしたらまた1年もしないうちにその日蓮召集を辞めた僧侶がもう潰れちゃったんですよ、あることで。はい。でその人がまた今度は千葉県の某寺院に行ったんですよね。はい。でまた今度千葉県の某寺院でもやっと正しい宗教に巡り合いましたっていうふうに、なんか体験発表したらしいんですよ。はい。で、結局、そこも続かなくて、お辞めになって、また違う宗教に行ったということで、ちょっとこの方今どこで何やってるのか今わかんない状態なんですよね。はい。ですから、このね、カルト活動の延長線っていうのはお辞めになった方がいいと思いますね。はい。もうこれで成功した方いません。成功っていうかね、うまくいった方は今、まず私聞いたことないですよね。富士門流集客軍団に行った人もみんなこのパターンなんですよ。はい。カルト活動の、ね、延長戦をやってるんですよね。はい。だからもうこういうのはおやめた方がいい。じゃあ何をしたらいいのかって話になるんですけど、これも前に動画で検証しましたけどね。はい。日蓮召集、創価学会、検証会などそういうカルト活動を、カルト宗教をおやめになった後どうしたらいいのかっていうことで、もう、宗教をやるにあたっては必ずしもその宗教団体に入る必要はないということですね。はい。いうことです。はい。で、一番大事なのは、こういう日蓮召集、創価学会、検証会の活動をもうおやめになれば、確実に結果が出るのはお金が浮くんですよね。はい。で、これも前に申しましたけども、お金を、浮いたお金を使わないで貯金なさった方がいいんですよ。はい。貯金してお金が溜まってきますよね。そうすると、ああ、やっぱりやめてよかったっていう実感が湧くんですよ。はい。だから、変に、なんだ、このカルト活動の延長線をやった人よりも、結局何もしなかった人の方がうまくいってるのは、やっぱそれなんですよね。はい。
貯金して、やっぱりお金が浮いたと いうことになると、もっと貯金しようっていう話になるわけですよ。はい。はい。ですから、まず、貯金された方がいいです。浮いたお金を使わないで貯金するということを第一義になさった方がいいと思いますね。はい。それで、あとはね、ちょっと余裕があったら、例えば美術館に行ってみるとか、旅行に行ってみるとかね。ストレスを発散させたいんだったら、温泉にちょっと入ってみるとかね。温泉旅行に行ってみるとか、なさった方がいいと思います。はい。あとやっぱり運動ですね。ちょっと運動されてはいいと思いますよね。で、私もいろんな方にこれ運動した方がいいですよっていうふうにおすすめしてるんですけども、皆さん口を揃えておっしゃるのが、いや、私、運動苦手なんですよって。運動やってたっていう人方、皆無でしたね。だから、これね、苦手っていうのはお分かりになるんですけども、確実に運動をなさった方がいいですね。はい。これを中心におやりになって、カルト活動の延長線っていうのは、もう卒業なさった方がいいと思いますね。はい。ということで、ちょっと簡単ではございましたが、ご質問に対するお答えとさせていただきたいと思います。はい。ご覧になられました皆様、どのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。